J チャンネル。皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は、穴水町にあるマリンスポーツサップ体験とイルカに出会える古民家宿達也をご紹介します。はい、ということでやってまいりました、能登鉄道能登鹿島駅、別名能登桜駅でございます。この駅はウェブサイト海の見える駅でも紹介されている駅でございます。穴水湾に面した国道249号線沿い、400メーター徒歩約6分ほど歩きますと古民家宿達也に到着です。今回宿泊する達也は、もともと建築デザイナーをされていたご主人が今から約6年前に古民家をリノベーションしてオープンさせたお宿となっております。全体的に赤を基調としたお家となっております。で、この赤色というのはベンガラといいまして、金沢の東茶屋街などでもよく見受けられる色なんですが、単に見栄えが良いという理由だけではなく、耐熱性、耐水性、耐光性、耐酸性、耐アルカリ性のいずれにも優れているという理由から使用されております。この日の宿泊客は僕一人とのことでしたので、丸々一棟貸しの状態でした。いや、毎回思うんですけども、この扉を開ける瞬間というのがですね、本当に最高の瞬間なんですよね。で、中に入りますと、まず右手にコカ・コーラの大きな看板、そして左側には照明用のコントローラーがございます。で、テーブルがございまして、椅子が3組、そして、こちら左側になるんですが、こちらはですね、おトイレになっておりました。で、こちらがトイレの照明スイッチでございます。またこの隣にはシャワールームがございまして、利用の際は一声かけてお湯が出るようにしてもらうことが必要です。さらに中へ入りますと、左手には洗面台、正面にはテレビがございます。そして奥の扉を開けていきますと、はい、こちらが寝室になっております。シングルベッドが3つ用意されておりまして、扉右側には照明のリモコンがありますので、こちらでポチッとなと。そして中に入っていきますと、正面にはですね、港町のような海に面した町みたいなね、絵画がございました。で、小窓からは正面に穴水湾を一望することができます。次は2階のお部屋を見てみようと思いまして、階段を上がって2階へ向かっております。この階段がちょっとね、急な階段になっておりますので、足元には十分注意が必要かなと思います。はい、階段を上りきりまして、すぐ右手のお部屋が寝室になっております。今回僕はこちらの方で休ませていただきました。で、照明用のコントローラーは右手の棚の上に置いてあります。で、ポチッとなと。はい、これで明るくなりました。こちらにはシングルベッドが2台設置してありまして、正面にはタンスが設置してありました。もちろん中には何も入ってございません。続いては階段を上って左側、湯とゆのれんがかかったところ、こちらはですね、展望風呂になってございます。はい、中に入っていきますと、この湯船がですね、これ山中塗りでございます。大変ね、貴重な湯船というか贅沢な湯船に仕上がってございました。で、窓を開けますと、正面には穴水湾が一望できるというロケーションでございます。次は母屋の中を見ていきたいと思います。正面にはですね、屋号の龍というマークの入った提灯がございまして、そこのですね、扉を開けますと、中はこのような作りになっております。やはりこう、さすがにこの古民家ということですので、板の間がずっと続いておりまして、そして中に入っていきますと、この絵画ですね、これはあのご主人のお父様が描かれた絵画だそうでございます。そして中はこのような感じでなっております。はい、この左側にはですね、テーブルとソファー、そして、奥の方に入っていきますと、タンスがございまして、ずっと上の方を見上げていきますとね、この木刀があったりですね、そして刀ですね、刀に火縄銃、それから槍などもございまして、高い吹き抜けの天井、そしてその壁には日の丸が掲げられておりまして、上からこの何やらね、縄が
吊るされておりますが、こちらはですね、この下にいろりがございまして、そのいろりのお鍋などを吊るすための縄になっております。中庭に小さな祠がございましたので、旅の無事を祈ってお参りをいたしました。入り口左側にございましたソファーの部屋を抜けていきますと、そこは畳の間でございます。で、上の照明に目をやりますと、和傘がね飾ってありまして、この色合いが非常になんともいい雰囲気を醸し出しております。そして奥の部屋に行きますと、甲冑が飾ってございました。もうこれだけでね、戦の装備が全て整うという、すごい状況でございました。ここ達也の魅力の一つにサップ体験というのがございます。このサップというのはスタンドアップパドルボートの略でございまして、まあ、いわゆる立ちこぎボートといった感じでございます。サーフボードの上に乗りまして、パドルを左右に漕いでいくことで水上散歩を楽しむという、そういった優雅なマリンスポーツでございます。撮影当日ちょうどサップ体験をされるという4人家族がいらっしゃいまして、許可をいただいて撮影させていただきました。さて、待望の夕食タイムでございます。今回お食事するのは離れにございますロバタバーカウンターでございます。こちらは穴水湾を眺めながらのお食事や飲食が楽しめます。この日のお献立は全11品ございました。焼いた鮭に、真ん中はお刺身はありましたね、甘エビでございます。そして画面手前はですね、マスター先生大好きなエビフライでございます。で、その奥ちょっと見づらいんですけれども、牡蠣のフライもついてございます。はい、こちらが牡蠣フライでございます。一口でパクリでございます。ここ達也さんでは牡蠣のシーズンに入りますと、牡蠣を使ったお料理やコース料理などの提供をしておりまして、かつてうちのチャンネルでもその様子をご紹介したことがございました。そちらの動画の方も合わせてご視聴のほどよろしくお願いいたします。先ほどサップ体験をされていたご家族とお食事の時間が一緒になりまして、サップ体験の感想や僕の YouTube チャンネルのお話など楽しく談笑させていただきました。改めましてお礼申し上げます。ありがとうございました。お食事と談笑を終えた後は2階にございます展望風呂へやってまいりました。湯ののれんをくぐりますと、正面左側の上の方に照明スイッチがございます。こちらです。そして中の方に入りますと、山中塗りの風呂桶、そして窓を開けますと正面には穴水湾が一望できます。お湯の方ですが、残念ながら温泉ではないんですけれども、井戸水を使用しておりますので非常にお湯がまろやかでございました。はい、百万さんもご満悦のご様子でございます。そしてアメニティですが、シャンプー、リンス、ボディーソープ、上の棚には洗面器、そしてこちらケロリンは、これはオブジェ代わりに使われておりました。11月に入り展望デッキが完成したとの連絡を受けましたので、そのお披露目会へ出席してまいりました。こちらの展望デッキは前回撮影の際にはなかったんですけれども、わずか1ヶ月ちょっとで完成しまして、今回お披露目という運びとなりました。階段を上り2階のデッキへやってまいりました。最初に目に飛び込んでくるのがこちら松の壁画でございます。こちらは達也さんのご主人が描かれたとのことでございます。お披露目会まで時間がありましたので、先にフライングでございます。はい、いただいておりますこちら、はい、マスター知恵さん大好きな草原でございます。これね、振る舞い酒で置いてあったんですけどもね、もう見た瞬間にテンションマックスでございます。そして、ご用意してくださりましたのが、こちら豚汁でございます。やっぱりですね、11月ともなると外はちょっと寒いので、ストーブとそれから、コンロで温めた豚汁、やっぱりいいですね。そしてこの草原とのマリアージュ、はい、ということでいただきます。さあ食べようかなっていうタイミングでですね、小鉢が届きまして、はい、こちらでございます。
これ手前がですねきんぴらごぼう、そして奥がなめこを使った酢の物でございました。これは本当に美味しくてですね、夏の暑い日ちょっと食欲がないかなってなんて日は、うってつけかなっていうふうに、ね、思いながらいただいておりました。そしてこちらきんぴらごぼうでございます。こちらねそんなにねピリ辛感がなくてですねあっさりとしたお味でこの草原にまたよく合いましたね。いやーいずれのお料理も大変美味しゅうございました。はい、グッドサインでございます。ここで穴水の地ビールをご紹介します。穴水に店舗を構えるひつみ屋から牡蠣の貝殻を使ったニュークラフトビール、のとオイスタービール恵みの登場です。苦味と炭酸を抑えた清涼感のある飲み口に加え、ほのかに漂う磯の香りが特徴的なのとオイスタービール恵みをぜひご賞味ください。はい、ということで早速いただいております。腰に手を当ててねグビグビやっとる次第でございますが、ちなみにですねこのラベル、これは達也さんのこの位置から撮った朝焼けのシーンなんですね。はい、といったのとオイスタービール恵み、皆さんもどうぞお召し上がりください。マスター J おすすめです。ちょっとしたミニ情報なんですけれども、こちらの松の絵の左側部分というのは開閉式になっておりまして、その奥はシャワールームになっております。今回の動画は10月の初頭とそして11月の半ばに2回に分けて撮影をしたわけなんですが、この2回目の撮影、達也さんの展望デッキお披露目会、ここにはですねたくさんの愉快な仲間たちが集いまして、夜遅くまで宴会を楽しんでおりました。サップ体験以外でもさまざまな催し物や随所に見受けられる日本文化、そしてこだわり、これらを見て歩くだけでも十分に楽しめるお宿、それが古民家宿達也でございます。この動画をご覧の皆さんも穴水町へお越しの際はぜひとも足を運んでみてください。非日常的な体験ができること受け合いです。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。